中国政府、在日ウイグル人にスパイを強要昨日放送された NHK の BS1 の国際報道2020の中で在日ウイグル人のハリマト・ローズさんが中国政府にスパイを強要されそうになったと告発いたしましたまず先月の10日にウイグルの兄からビデオ電話がかかってきてその中でローズさんに対し 中国政府を批判するデモに参加をしたのかと何度も質問がありローズさんが怪しみその場に誰かいるのかと質問したところ兄は誰もいないと声を裏返しながら否定しておりましたがその直後に中国の国家安全局に所属していると見られている中国人の男が中国は永遠に君の祖国だ私は君と友達になり いろいろな話をしたいと在日ウイグル人団体の情報を要求してきましたこのやりとりはローズさんによってすべて撮影されておりました、えー、さらにその四週間後にまたビデオ電話がかかってきて中国の国家安全局所属の中国人とみられる男は国安と書かれた身分証を示しながら 在日ウーグル人の会議はいつどこで開催され誰が参加するのか。君が我々に協力さえすればお兄さんや家族には一切の問題が発生しない。我々の職場は市や自治区の管轄ではなく中央政府の直轄だ。日本国籍の取得には必要な証明書類を出してやることもできると主張し、えさらに兄が 日本国籍を出徳したいようだが、彼らの手助けがないと取れないそうだ。お前のパスポートについては期限の延長をしないように手配したそうだ。彼らが延長してもよいと連絡を入れたら延長するそうだ。日本でのお前の動きはすべて彼らが把握している。だから可能な限り彼らに協力し聞かれたことを話してくれと主張いたしました。 その後、ローズさんは中国政府への協力を拒否し、国会議員に陳情に行き、私は自分の身に起きていることを国会議員に説明した。できれば日本政府として親戚の安全を守ってほしい。少しでも力を貸してほしいと発言いたしました。こういった中国政府による 日本国内におけるです、ね、スパイ活動の強要については、今回だけではなく、これまでにも何度も発覚しておりますが、まあ、こちらはまずです、ね、このローズさんの告発によって、日本国内で活動しているであろう、中国政府のスパイの条件がかなり判明いたしましたので、このスパイを絞り込めるんじゃないかと思われます。 日本政府にはこの中国政府のスパイの摘発に速やかに乗り出していただくようにお願いいたします。また、こういった在日ウイグル人と協力をしていただき、あえて中国政府のスパイ活動を行うように見せかけ、二重スパイとして、日本政府のスパイとして、 活動をしていいただくこととも可能でで、はないかと思われますので日本政府には、こういった中国政府が、中国共産党が日本国内で行っているスパイ活動に対し、ありとあらゆる手段で対抗していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。